岡山工業会の藤原真嗣理事長と岡山商工会議所の松田久志会頭らが、岡山市の大森正雄市長に要望書を提出しました。岡山工業会などによりますと、去年12月、市街化を抑制すべき区域での開発許可要件が緩和され、高速道路のインターチェンジ付近などで物流施設の整備などが可能となりました。 一方で、産業団地周辺では用地の確保が難しく、工場の拡張ができないことから、市に土地利用の規制緩和を求めています。工業団地の周辺に、農地から工,業、まあ、工場用の場所を確保することができない製造業に対して、もうちょっとご支援を賜りたいと。企業用地の。 確保特に製造系ですねそれらが、まあ、より確保しやすくなるような、そういう制度改正をしていきたいと思っています。